村田製作所チアリーディング部です。このロボットは不安定なボールの上でバランスを取ることができます。さらに10台のロボットでフォーメーションダンスができることを特徴としています。このロボットは世界中の人々に元気を与え、そして笑顔を届けるために開発されました。私はそのプロジェクトリーダーを担当しました。このプロジェクトは今から3年前に発足したものなんですが、実は私このプロジェクトに否定的でした。なぜかを説明します。こちらに映っているのが我々が発表してきたロボットたちです。1991年圧電振動ジャイロを紹介するロボットとして初代村田製作を発表しました。そして Bluetooth モジュールや MEMS センサーなど最新の技術を搭載し、2005年に2代目村田製作を発表しました。そして二輪車から一輪車型へと大きな進化を遂げた村田聖子ちゃんは2008年の誕生です。いずれも電子部品の可能性や性能の高さを紹介するためのロボットとして発表しています。当時私のボスからですね、新しいロボットを開発せよという指示が降りてきました。しかし私それを反対しました。なぜかというと、当時の村田製作君は年間250回を超える出張をこなしており、人気の衰えを全く感じていませんでした。さらに私どもが発表する新商品は携帯、スマホで使われるような超小型、超薄型の部品を開発しており、ロボットの進化とは何ら関係のない、こういう理由によるものです。しかし私のボスは納得しません。そこで私は社内でアイデアコンテストを募り、アイデアを出すことにしました。このようにいろんなアイデアが集まってきました。例えば水中を走る、凸凹の坂を登る、丸太の上を走る、いろんなアイデアが出ましたが、私の心には響きません。なぜかというと、このロボットの進化は何がしたいのか、そのメッセージがないからなんです。そこで私とボス、さらにその役員を交えて議論をしました。当時のホワイトボードの様子です。いろんなキーワードが散りばめられていますが、私の中には一つだけ引っかかる言葉がありました。それはコンセプトカーというものです。今年も東京でモーターショーが開かれました。自動車メーカーが技術の動向や将来をプロダクトとして紹介しているものがコンセプトカーです。そうだ、こういうロボットを作って未来を見せる、こういうことに置き換えればいいんだ。これは私の中でのホワットからホワイの転換です。ホワイが決まるとコンセプトが決まります。じゃあ二輪から一輪、じゃあ次はゼロ輪に進化しよう。ゼロ輪、要は球体じゃない。じゃあ次は一台ではなくって、いろんなものをネットワークでつないでいこう。 群で動くロボットを作ってみよう。こういうアイデアがどんどん出てきました。そしてコンセプトカーである未来の車というのは、私、車好きでもある私にとっては大変ワクワクする存在でもあります。今回新しく作るロボットもワクワクするものにしよう。そして作る人からもワクワクしたようなプロジェクトにしたい。そういうふうにプロジェクトを走らせていきました。当時のプロジェクトの様子ご覧ください。こちらはほぼ完成している時の様子です。今からこのムービーを撮影している時の様子です。緊張した様子で、ロボットを見守る開発のメンバーたち。映像が変わりまして、これは京都大学で開発していた時の様子です。ボディにはまだ衣装をつけておらず、白いボディむき出しの状態です。この作業系で結果を返してくるようになります。これが6台初めてシンクロして動いた時の様子です。場所が変わりまして、これは滋賀県にある研究開発をしているところの職場です。ボールに乗りながら移動するというのがどれだけ難しいか、
画像を見てもお分かりいただけると思います。倒れた原因を一つ一つ潰していきながら走れる距離を伸ばしていきました。こちらは社内でのお披露目会の様子です。関係者を集めてここまでできたよという報告を行いました。発表の1ヶ月前がこのような状況です。ここで開発したメンバーのインタビューが入ります。やっぱ、ね、楽しいですね。やりたいことをやらせてもらってるこの会社の何でしょう、これとか相手が困ってたり、もしくはこんなことがあったら喜ぶのかなとか思ってくる。新しいことも、まあ、やれて学んで楽しいっていうのがあって、それが結構モチベーションになって動けてるんじゃないかなって。再び、ムービーの撮影状況に戻ってきました。映画で使うような高額な機材の前に皆さん緊張した面向きで撮影に臨んでいます。このムービー2分ぐらいのムービーなんですけども、撮影に3日かかりました。この時補助輪も外して本気でモードで臨んでいる時、無事に終わって開発メンバーの安堵の様子が分かっていただけると思います。このような村田製作所チェアリーディング部には3つの技術を搭載しています。それぞれ頭文字を取って 3S と呼んでいます。まず1つ目の S はスタビリティ、不安定なボールの上でバランスを取るための倒立伸姿制御技術というものです。体の中に搭載されたジャイロセンサーを使って体の姿勢情報を瞬時に取得しバランスを保ちます。このジャイロセンサーというのは身近なところではデジカメの手ぶれ防止機能の中で使われているほか、最近では自動車の姿勢横滑り防止装置にも使われ、自動車の姿勢制御、姿勢安定、安全性を寄与する技術として今後ますます活躍の場を広げています。2つ目の S はシンクロナイゼーション、複数台のロボットが協調して動作するための群制御技術というものです。これは京都大学松野研究室と共同で開発した技術です。3つ目の S はセンシング&コミュニケーション、超音波を利用した位置計測技術というものです。屋外で位置をする術としては GPS というものがあります。人工衛星から降り注ぐ電波を利用して自分の位置を特定するものです。もうカーナビゲーションで皆さんおなじみですよね。ところがチアリーディング部は室内で動作しますので、この電波が取得できません。よってこのステージの後ろに立っている2本のポール、この先端をこの先端から超音波と赤外線を一定周期で発信し、その音と光の速度差を利用して位置をセンシングします。センシングした位置情報は無線通信を使ってシェアします。シェアすることで自分の周りに誰がいる、ぶつからないようにするにはどういうルートをたどればよい、これが分かるようになります。こういうセンシング&コミュニケーション技術というのは、例えば災害現場におけるレスキューロボットでの適用が期待されています。このように災害現場で人をいち早く発見しなくてはいけない、こういう探索ロボットがいます。探索をするためには小型のロボットが都合が良いです。瓦礫の下が簡単に入れますから。しかし小型ゆえのハンディもあります。例えば大きなギャップに出くわしたとき、それを乗り越えることができません。このとき複数台のロボットが協調して周りにある瓦礫を集め、橋を作ってその上を走破する、このようなことが可能となります。このように村田製作所チェアリーディング部の中にはさまざまな技術が入っており、この技術はやがて我々の生活の中に入ってくる技術です。このチェアリーディング部を通じて皆さんが思い描く未来のイメージをぜひ思っていただければ幸いです。今回このプロジェクトの中で私はホワットよりもホワイが重要であるということを再認識しました。今日このプレゼンテーションを聞いていただいた皆様も何か一つでも気づきを持って帰っていただけたら幸いに思います。
最後に TEDx 用のフォーメーション、特殊なフォーメーションを用意しましたので、最後にこのビデオをご覧ください。ありがとうございました。